はい、皆さんこんにちは、ワンダリグリビーチです。では今回はハーツオブアイアンをレジスタンス DLC アメリカ軍プレイの続きをやっていきたいと思います。今回はですね、スマトラ島に再上陸をかけてきている日本軍、これの撃退とですね、あとニューギニアの解放、この2つをね中心にやっていきたいと思っています。あとはね、帝国海軍を壊滅させるということで、残りの、海軍戦力ちょっと見ておきましょう。帝国の海軍戦力、これがねスパイから上がってきている情報なんですが、それによるとですね、巡洋戦艦が1、戦艦が1、いずれもクラスは1ですね。母艦の方が加賀、それに総流2隻で、威嚇築艦軽巡というような、ね、小型の艦艇が続いている状態なので、もう優勢は間違いないんですが、とはいえまだあの敵空母2隻持っている状態なので、この空母2隻をね、なんとか撃沈、しておきたいなというふうに思っています。で、一方十分ではないんですが、陸軍の情報によるとですね、敵の師団数まだ100、もちろん構成は不明なんですが、師団100という状態ですね。なかなか強い。で、民事工場、軍事工場、造船所にインフラ見ておくとこんな状態ですね。なのでこれもね、ちょっと戦略爆撃機による破壊でもう少しダメージを与えておきたいなというふうに思っています。続いて政府の方なんですけども、一人新しく理論家雇ってまして、オッペンハイマー雇ってます。で、これによって核の研究速度をボーナスね得ていこうというふうに思っています。当然今ね、核の研究も行っている状態ですね。原子力研究で、原子力研究についてはこの後原子炉、そして原爆というふうに続いていくので、ね、まだもうちょっと時間はかかるのかなというふうには思っています。では時間を進めていきましょう。いや、今年はね、コロナウイルスのせいで、まあ、おかげでなのかせいなのか、在宅勤務してることがほとんどなんですが、それでもね、もう花粉症が多分今ピークなんでしょうね。結構きついですね。花粉症が。今、ちょっとね、このチャンネル、このハーツオブアイアン4以外も見ていただいている方はご存知かもしれないんですけど、OOTP っていうね、プロ野球のゲーム、これもね、始めてますんで、もしよかったらね、そっちも覗いていってもらえればと思うんですけど、そっちの方では、コロナブッコロスさんがね、GM 兼監督でプレイしてますんで、本当にね、コロナウイルスのせいで、タイに遊びに行けなかったり、マイナスの面もいっぱいあるんですけど、唯一いいのがね、花粉症対策にもなる在宅勤務かな。辛い辛いとはいえ、例年に比べるとね、すごく楽ですね。例年はもう死んでますからね、この時期。で、資源がちょっとないか、ゴム、鉄、これは沈められてるな、輸送船が。輸送船の数がじりじりと減ってますもんね。ちょっとそろそろ輸送船の数減ってきて危ないので、輸送船も作り始めますか。艦隊大きく動かしてるんで、石油もちょっと全然足りてないんですね。なので、ここで建設級に民事工場も入れておきます。なんなら石油のね、採掘場を作ったり、燃料の貯蔵庫も作ったりとか、ちょっと考えていった方がいいかもしれないですね。そろそろ。で、生産級には輸送船を入れます。輸送船入ってないもんね。いや、入ってるね。だったらここ、ちょっと増強するにとどめましょう。で、艦隊船。むむ。ここは敵の潜水艦に味方の輸送船団がやられたんだな。がゆえに、ちょっと一時的に資源が不足してますね。この辺りの
正解権は持ってるはずなんだけどな。まだ敵の海軍がうろついてるんだな。まあ、あとですね、この第3軍を今、イギリスの方に動かしつつあります。代わりに第1軍と第2軍がね、アメリカの領土防衛に当たってもらっています。ちなみに第1軍が本土、第2軍が離島防衛に当たってもらっていますね。第1軍10師団が、アメリカ本土。で、第2軍が離島ですね。防衛をしてもらっています。で、ここで、グアム、サイパンの占領も完了したかな。そしたら、ここから軍を一部引き上げましょう。次の強襲上陸をどこにするかだな。まあ、邪魔くさいところで言えばこの辺りも邪魔くさいよね。パラオ、カロリン諸島、まあ、パラオへの強襲上陸、これが一番かな。まあ、とにかくね、帝国を追い詰めていく。海軍戦力さえ全て潰せば再強襲上陸もかけてこれなくなると思うので、まずはね、そこまで一気に押し込んでいきたいですね。どうやら帝国の方は戦車とかほとんど持っていなさそう。少なくとも今生産のラインには乗っていない様子が伺えるので、よって我々はね、戦車持ってますので、それで敵を駆逐していくと。朝鮮半島の方にちょっと帝国が再上陸かけてるね。しかも劣勢、味方が。ただここに師団を送り込む力はちょっとないんだよな今ね。ニューギニアとスマトラ島の奪還作戦に師団を割いてしまってるんで、なんとか朝鮮半島は朝鮮半島の軍で持ちこたえてもらいたいな。まあ、やるとすればフィリピン、ここをね、師団を少し割いて朝鮮半島に送り込むという手ももちろんあるんですけどね。では一旦沖縄にいる戦術爆撃機、戦略ですね、爆撃機の数を少し増やしましょう。と言ってもほとんどないな。8。そうすると、ちょっと製造のラインをですね、見直しましょう。対艦攻撃機の数が欲しい時はもうすでに過ぎている状態ですね。帝国の海軍を潰したので。その分、爆撃機の方に回しましょう。いやいや、朝鮮半島が本当にこのまま行くと奪還されるな。これはあまり望んだ事態じゃないので、そうだな。困りましたね。フィリピンから4師団を割くかどうか。台湾、福建、沖縄、あとは硫黄島、グアム。おー、そしてもう早速取ってくれたんだな。パラオの奪還が終わってますね。このまま、いろんな拠点を取り返すっていうね、作業も必要になってくるんで、それはそれで作業として必要な作業なんですよね。なので、ちょっと朝鮮にはじゃあフィリピンから4師団ほど割きましょう。それで、奪還を試みたいと思います。では、時間を進めていきます。
はい、これで帝国海軍の母艦は全部撃沈、しました。これが最後に残っていた帝国の空母加賀、これも撃沈して全ての空母を撃沈しましたね。いやー長かったなー。最初ね、帝国海軍の前に空母が沈められたりしてピンチという局面もありましたけどね、ようやく敵の母艦を全て撃沈完了しています。これに伴ってもう太平洋、あとは南シナ、東シナ、日本近海、この辺りでの制海権がね、だいぶ有利に、そして確実になってきている状況かなと思いますので、少しはね安心して、過ごせるのかなというふうに思っています。ではまた時間を進めていきます。ではですね、フランス領、まあ、今ドイツが支配しているフランス領への侵攻作戦、連合軍が始まっているようなので、我々もこれに雇用して、ドーバ海峡を渡って、ドイツに侵攻を始めていきたいと思っています。手始めにまず8師団ですね。これを上陸させて、後にさらに追加8師団。状況に応じて、本土からさらに増援を出すという計画で進めていきたいと思います。うまくね、はまってくれれば、一気に。戦局がね、我々の方に傾いてくるんじゃないかなというふうに思っています。で、日本との戦いの方なんですが、今、朝鮮の方にうまくね、上陸が効いて、これによって結果的に我々が朝鮮半島南部、まあ、今でいう、韓国ですかね、この辺り一帯を支配できるようになれば、ここに飛行場を建てて、ここから爆撃機をね、飛ばして、東京、大阪、まあ、この辺りまで空襲を、ね、かけていけるかなと思いますので、ここは、ね、うまく支配を、ね、していければいいかなと思っています。ここに空軍の基地が作れれば本当に大きいですね。帝国海軍の脅威はもうぐっと下がりましたからね、ここに来て。じりじりと。まさに追い詰めているという状況ですね。で、殺されちゃったエージェントの代わりにまた女エージェントを雇っていく。ちょっとおばみが強くなってきてんだよな、全体的にね。こう言っちゃなんだけど、おばさん感がだいぶ強いのかなっていう感じがしちゃいますね。さあ、ではまた時間を進めていきましょう。でね、帝国の方から盗んだ青写真で、ヤマトに相当する超大型艦のね、設計ができるようになってますので、ここで、超大型艦、まあ、ヤマトに通ずるものがありますけど、これをね、建造していきたいと思います。なんといってもね、この、超大型砲、これを
全部で何個だろう？ 1、2、3、4。4つ搭載して、さらに複砲、対空兵装も十分ですね。ただ、レーダーをね、ちょっとしっかり、研究を進めてきていなかったのは、レーダーだけで、ね、ちょっと搭載していない。この点、かなり休止期間がありますが、これを、ちょっと製造していきましょう。これが新たな、我々の主力のね、戦艦になっていくのかな、というところですね。完成はいつよ？ 47 年2月。戦争は終わってますね。まあ、このために、鉄やら何やらを追加で輸入するというのも、バカバカしくはありますが、まあ、せっかくなんでね、ロマンを求めていきましょう。で、韓国の方はね、順調に、戦局が推移しているかなというところですね。このまま、韓国にね、航空基地を作れれば、御の字。では、また時間を進めていきます。そしたらですね、朝鮮半島の方はほぼほぼ型がつきましたというところなんですが、バートニュースが一つ。タイがね、ついに参戦をしたと。陣営に加わっただけではなく、ついに参戦してきたということで、タイの方にはですね、帝国陸軍がかなりの数入ってるんですね。なので、ここでちょっと、連合軍が押されるようだと一気に、東南アジアの情勢が激変する可能性があるというところと、あとスマトラ島の戦いがちょっと苦戦中。ニューギニアの方も、まあ、苦戦と。戦況が優位なものの、なかなかね、戦線を進められていないという状態になっています。ヨーロッパの方は、一旦ドイツ領侵攻作戦を中止しました。というのもですね、さすがドイツ軍ということで、かなりの師団数が展開しているようなので、一旦これはね、ちょっと様子を見た方がいいかなというふうに思っています。というわけでね、今回はここまでにさせていただきたいと思うんですが、まあ、次回はね、ドイツ領侵攻作戦、これをちょっともう一度しっかり、練り直したいなというのと、朝鮮半島、今でいう韓国一帯をね、我々アメリカ軍、の占領下に置けたので、ここに航空基地を作って、日本本土の攻撃をね、バシバシ進めていければいいかなというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。